油津駅に到着。取材が長引いたもんな。腹が減った。減ったと自覚した途端もう後戻りできない片道切符。よし行くぞ、待ってろ油津商店街。おやおやおや、コンテナのショップが並んでる。決定、甘い香りに誘われます。胃袋は泣いているのに顔がにやけてしまう。シュークリームか、よく見るとでか。大人の握り拳よりでかいぞ。いらっしゃいませ、お決まりでしょうか。うわ、店長めっちゃイケメン。ジェラシークパー、おすすめなんですか。はい、シュークリームになります。まあ見てわかるように普通のサイズよりか相当でかいと思うので、食べ応えがあると思うので食べてみてください。じゃあそれ一つで。はい、ありがとうございます。シュークリームゲット。嬉しい、嬉しい、嬉スイーツ。しかしでかい、シュークリーム界のマウント富士。いただきましゅう。ほー、予想を超えていい。美味しいは健康の証。母さん、俺生きてます。実は食べる前から分かってました。本当にうまい。誰もいなかったら泣くかも。ありがとうイケメン店長、いや、シュークリーム王子。おっと、指先に富士山の粉雪が。ごちそうさまでした。まだまだ食えるぞ。ただいま腹三分。お隣はプリン屋さんか。いいなプリン。こちらのおすすめは何ですか。はい、フレームブリュレになります。注文してから目の前でバーナー。そんなバーナー。はい、お待たせしました。来たよ来たよブリュレちゃん。いただきます。表面はカリッと、中は滑らか。期待を裏切らない感触がスプーンを通じて俺の手に伝わってくる。ようこそブリュレちゃん。うわー、この香りやばすぎるっしょ。好き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 、一級品。母さん、俺生きてます。でもとろけそうです。ドリンクはプリンに合うようにこだわったコーヒーらしい。合う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 。なんて優しい味なんだ。胃袋が泣いていたのが嘘みたいだ。スマイル袋になってやがる。ごちそうさまでした。いいなプリンのいいなボタンを押しました。ただいまの記録腹5分。お、俺を呼んでいる。次はこのコンテナが呼んでいる。手作りパン工房ふわり。いらっしゃいませ、こんにちは。うわ、いい香り。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。行ってみたい。この店の空気全部吸っていいですか。すいません、おすすめは。おすすめはこちらの塩パンがおすすめになっております。当店の人気ナンバーワンですね。じゃあ塩パンを一つ。はい、ありがとうございます。雨音はショパンの調べ。今の俺は塩パンをお食べ。
まずは香りで胸を満たす。生きてます、生きてます、生きてます。いただきます。いらっしゃいませ。想像よりもしょっぱくない表面の塩、キラッキラ。お次はこちら、サクサク。おっと、こうきたか。中はしっとり、ビターチョコ、ちょこっと甘い。今の俺にはふわりのパンしか見えない。周りの大勢の人たちなんか見えない。俺がどんな顔になっていても気にならない。ごちそうさまでした。いやー、参った参った、ノックアウトされちゃった。ドキドキをありがとう。ところで今何時だろう。すっかりスイーツに夢中になっちゃったよ。うおー、やばいよやばいよやばいよ。急げー、また怒られる。日南市役所スキー部。動画広報日南市役所スキー部では、今後も日南の魅力の一つとして食についても発信していきます。皆さんの好きな日南の食やお店に関する情報をぜひお寄せください。